はい、この間動画であげたマンゴーを今日はね、カットしてみたんですけど、ちょっと大きすぎた。もっと柔らかくなった方がいいと思って、ちょっと置いたんだけど、大きすぎちゃって、ちょっと黒くなってたりして、今カットしてね、種これぐらいあるんですよ。こんなに大きいの。で、この周りについてるやつは、このまま持ってがぶりつく。かぶりつく。で、食べられる部分って、食べられる部分、こんな感じ。食べてみるね。うん。おいしい。これキースマンゴーっていうらしいのね、種類。この間動画で揚げてさ、赤くなるまで待つとか言ってたけど、これはね、赤くならないで、このグリーンのままで中身だけ赤くなっていくらしいんですよ。こんな感じでカットしてるんですけど、色はこんな感じのまま。で、私、大きすぎちゃったから、ちょっと、熟させすぎて傷んでる感じになってしまいましたけど、他の傷んでない部分を今食べてみたら美味しいね。やっぱ高いらしい、これ。それで、今食べてみた感じ、なんか、まあ普通によく売られてるアップルマンゴーっていう種類のものと、若干なんかね、味が違う感じがするな。マンゴーの味ではするんだけど、なんかちょっとアップルマンゴーとは違うぞーっていう、私種類違うのよっていう感じの味がしました。でももちろん美味しいです。高級ならしいですよ。はい、いただきます。うん、うまいね。はい、今日はこれをどんな感じかカットしてみました。ありがとう。